サブスク運にしてます。大会する方がいるのは仕方ないですが、大会理由が時間がないからという理由を挙げる人の心理がわからないと教えてほしいです。あ、時間がないからっていうのでも基本的には選択肢が悪いのもありますけど、結局その、なんだろう、今見るべきと僕がないからって解釈した方がいいですよ。か僕生配信先に変えたのがまさにそれで、あの、時間がない人でも生放送してると見たくなっちゃうんですよ。なんか今見ないといけない気がするじゃん、生配信って。なんか今見なくちゃいけない理由を提供できなければ、時間がないって言って、あのー、サブスクを弾かれますね。